一応見ました。あ、あれだ。あ、そっちか。あかん、肌毛がオーバーランしてる。あ、俺これ苦手なんだけど、これです。こうしようか。絶対熱いんだ。ちょびちょび行ってんの。ここ部屋めちゃくちゃいいんだよな。鳥取を9時過ぎに出てようやくホテルに着きました。いやー、試合がすごい楽しみです。いろんな、なんか来る途中いろんな感情がなんか湧いてきましたけど、しっかりいつも通り準備して試合に臨みたいと思います。食事行ってきます。返すといったらスピードもあります。アイデアもあります。なんか雨降りそうだな。風は強いし。これが FC 琉球のホームスタジアムのタピスタです。今日はアウェーで、フルスの FC 琉球と試合です。ガイナーレに決まった時からこのゲームは楽しみにしてた試合なんで、ようやく来たかって感じですけど、チームとして6試合まず勝ててないんで、とにかく早くこの状況から脱出して、いい流れに持ってこられるように今日の試合まず頑張りたいと思います。お世話になった方たちが、ね、たくさん見に来ると思うんで、感謝の気持ちを持って触れできればいいかなと。気合い入れて頑張ります。
いい準備します。ありがとうございました。ありがとうございました。また今度はこっちのホームで。あ、しんやさん来ないか。行けないです。はい。行けないですけど。見ててください。僕は応援してます。ありがとうございました。YouTube 絶賛田村です。今日の試合は3対2で勝ちました。2点先制してもうちょっとゲームうまくコントロールできたらよかったと思うんですけど、まあ、相手のこうパワーもあってかなり押し込まれましたね。難しい試合でしたけど、最後どうにか逃げ切れて、まあ、久々の勝利ですし良かったと思います。長くいたクラブとの対戦で本当に特別な感情がやっぱ湧いてきたんですけど、スタジアムに入るときもそうだし、終わった後も、サポーターの皆さんに、挨拶するときなんかも、本当なんかよくわかんない感情になって、また帰ってこれてよかったなと思います。ありがとうございました。元気でやってる姿を、しっかり見せれてよかったです。また、ホームで戦うときはお互いいい順位で、戦えたらなと思います。また沖縄まで鳥取のサポーターが来てくれて、みんなの笑顔が見れてよかったです。来週の試合、しっかり勝てるように、次は米子で試合ですけど、いい準備して迎えたいと思います。ありがとうございました。まだ YouTube やってんの？はい、はい、3万人に到達したんで、ようやく登録者数すごいじゃん、はい、もうサッカーやめていいんじゃない？やめれるか。コーヒーと YouTube でやめれるか。ダメ。食えない食えない。もうちょっと頑張ります。頑張ってください。また来ま す, お願いします。ありがとうございました。ナイス。失礼します。いいんじゃない？
いつもお世話になってます。オープンおめでとうございます。頑張ってください。また来ます。爽やかぶってWe will commence descending shortly.